世界一可愛い長野名、タイトなワンピス型で美スタイル披露一年ぶりの、ボースで、透明感大爆発。俳優の長野名、24、が5月28日までに美容し、ボース7月号、講談社、の公式インスタグラムに登場。透明感たっぷりの美スタイルを披露した。この日、同アカウントでは、表紙を飾ってくれたのは、約一年ぶりにボースに登場してくれた長野名さん、 晴れやかなな笑顔とただものではない透明感その魅力はそのままにアップデートされた美しさをぜひチェックしてくださいとつづり長野が登場する同志7月号の表紙撮影中の動画を公開動画で長野は程よくゆるいまとめ髪白いチュールトップス姿ロングヘアを下ろしたタイトな柄ワンピース姿を披露しておりカメラに向かってとびきりの笑顔を見せている 透き通るようなお肌がまるで発光しているようだ。長野さんといえば、5月31日公開の映画、からかい上手の高木さんに主演しており、同作の公式インスタグラムでは共演している高橋文也さん、23、との2ショットも多数。二人の爽やかな雰囲気が同作のピュアなストーリーにマッチしており、投稿のコメント欄には、めっちゃお似合いで可愛すぎる、文み可愛すぎます、といった声も寄せられていますね。 ドラマや映画などで恋人役を演じた俳優を推す人々は、カポータと呼ばれていますが、文み名にも、カポータがたくさんいるのでしょうね、女性史ライター。今回の、ボースインスタ投稿で長野は、からかい上手の高木さんのキービジュアルに負けないピュアな透明感を発揮しており、ファンからは、癒される、めちゃくちゃ可愛い映画が最高、ほんと愛い癒し、世界一可愛いです。ありがとうございます。など、 絶賛のコメントが多数寄せられている。